はいどうも、ミニ池先生です。さあ今回は情報倫理について見ていきましょう。情報倫理も多くの人物が出てくるんですが、しっかり区別して見ていきたいと思います。昨今インターネット利用者は年々増加しています。もう約9割の人たちが使っているのはわかると思います。ネットがない社会なんて考えられないですよね。興味深いニュースがあったので、こちら。山の民族とベネズエラ軍が Wi-Fi をめぐり争い。内容。2022年3月20日、アマゾンの村でブラジルとの国境付近にあるベネズエラ南部パリマで山の民族の集団がベネズエラ軍の基地を訪問した。山の民族と軍はこの一帯で Wi-Fi を共同使用する約束を結んでいたが、ルーターを持つ軍が無断で Wi-Fi のパスワードを変更したことで抗議しに行ったという。その後、言い争いとなり軍が発砲。山の民族の4人が死亡したとあります。山の民族といえば、十数年前までは奥のアマゾンで文明と遮断して生きているっていうのが非常に有名になったんですが、ここ数年で大きく環境が変化しているのがよくわかりますよね。しかも Wi-Fi が遮断されて、抗議しに行って、しかもトラブルになってるみたいなね。アマゾンの奥地まで Wi-Fi っていうの飛んでんねやーっていう驚きもありましたが、いかにインターネット社会になってるかがわかるようなニュースでした。ということで、いつでもどこでも誰とでもネットワークを通して情報のやり取りができるような社会になっています。このような社会をユビキタス社会と言います。ユビキタスっていうのはラテン語が語源で、どこにでも現れるとか、神あまねく存在って意味ですからね。ネットってどこでも、誰でも、いつでもつながることができるんです。さらに現在ではあらゆるものにコンピューターが組み込まれています。例えば IC タグにおいても、レジャーや子供の安全、金融や食品、さらには教育や医療、こういったものに全て利用可能になっているんです。現在のような情報社会が訪れる前から唱えられていた様々な情報社会論があります。それぞれの人物見ていきましょう。まずはウォルター・リップマン。人物データ。アメリカのジャーナリストです。第一次世界大戦中ではドイツ軍に対する情報戦を担当して、宣伝ビラの作成などに関わっています。戦後は新聞各紙で論説委員としてコラムを担当。ベトナム戦争を批判して政府と激しい論争を起こしたりもしています。著書、世論です。このリップマン、最初センター試験で出題された時はびっくりしました。なかなかノーマークな人物だったんで。ただそれ以降出題されることもあるので、しっかりと考え方見ておいてください。リップマンは、人は固定化したイメージ、固定観念であるステレオタイプと呼ばれる偏見や画一的なものの見方に支配されやすいと考えました。現実環境、すなわちリアルな世界というのは単純明快なものではありません。複雑でいろんなものが絡み合ったのが現実です。これをマスメディアによって分かりやすく単純化されたもの、これをリップマンは疑似環境と呼びました。現実環境では複雑で多様な現実なのに、疑似環境では単純化されている、すなわち画一的ステレオタイプ化された歪められた現実というのがこの疑似環境では発生していると。この疑似環境を見た人の物事の判断はメディアによる世論操作ではないか。現在ではメディアは第4の権力と呼ばれるぐらいになってますからね。このメディアによる世論操作によって世論が形成されているのではないか。安直で情緒的な判断はやめなさい。一面的な理解、情緒的な判断をしてはならないとリップマンは唱えたわけです。続いて見ていくのがマーシャル・マクルーハン。人物データ。カナダの社会学者、英文学者です。読んで聞かせる伝承文化が活字印刷によって文章によって情報を伝達を保存する活字文化へと変化したと指摘しました。またメディアの登場によって活字文化も離れていって、人々はイメージの受け手となったと指摘しています。著書、グーテンベルクの銀河系です。マクルーハンはメディアが与える影響というのはすごいと考えました。メディアはメッセージという言葉で表しています。もともとは口で伝える文化が文字で伝える活字文化となり、さらに映画、ラジオ、テレビなどのメディアが出現したことで、人々は活字文化を離れて感覚的なイメージの受け手となって、そちらに本物らしさを感じるようになったと考えたんです。現在ではこの枠をも超えて SNS や YouTube などが流行っています。動画や画像、こういったもののイメージの受け手となっているというのがマクルーハンの指摘です。続いて見ていくのがダニエル・ブーアスティン。人物ネタ。アメリカの歴史学者です。ハーバード大学、ケンブリッジ大学で学んでシカゴ大学教授を務めています。メディアによるイメージが現実を凌駕する社会になっているのではないかと分析しました。著書、幻影の時代、イメージの時代というのを書いています。ブーアスティンはメディア社会の進展とともに、人々は素朴な現実よりもメディアに提供される合成的な出来事、これを疑似イベントと名付け、これに魅了されるようになったと指摘。イメージが現実を凌駕する社会を分析していきます。素朴で平凡な現実環境である日常よりも、一般の人々を魅了していく本物らしく過剰に演出された世界である疑似イベントの方が楽しくねえかと指摘したんですね。
実際の出来事よりもメディアによって製造された出来事、こちらに軸足がシフトしていってると20世紀から唱えていたブアスティンは予見する力すごいですよね。続いて見ていくのがダニエル・ベル、ジェームズ・エダー、アメリカの社会学者です。1970年代当時のアメリカ経済を事例にして、工業社会から脱工業化社会への転換を予見、分析していった人物です。もう工業なんて古いんだよ。新しい時代になっていくんだよっていうんです。その新しい時代というのは情報なんですね。情報の生産や伝達が産業活動の中心になると考え、理論的知識や専門技術職を重視し、サービス経済へ移行していくんだと考えました。まさにそのようなことが現在に起きてますよね。著書、イデオロギーの終焉です。最後に見ていくのがアルビン・トフラー、ジェームズ・エダー、アメリカの評論家作家です。農業の始まりを第一の波、産業革命を第二の波、デジタル革命を第三の波と表現しています。著書、未来の衝撃があります。まさにデジタル革命は世界を変えたわけです。情報用語を見ておきましょう。デジタルデバイドは品質、情報能力の格差のことです。パソコンやネットなどの操作や利用する能力による格差が生まれていますと。就職の機会や収入にまで大きな差が出ているということで、デジタル能力は非常に大事ですからね。格差が生まれる原因になっています。デジタルデバイドと言いますから、しっかりと押さえておきましょう。デジタルネイティブ。今の高校生や中学生のこと言いますかね。パソコンやネットに慣れ親しんだ世代のことです。本当に高校生の人たち見てると検索能力いけつないぐらいありますからね。本当素晴らしい力だと思います。続いてネチケット。ここは大事ですね。コンピューター社会の中で守るべきエチケットやマナーがあるでしょと。最近も誹謗中傷よく言われていますので、ネチケット、ネットの中でのエチケットというのの造語になります。そして最後がメディアリテラシー。メディアによる情報を鵜呑みにせずに主体的に選択、判断する力のことです。このリテラシー能力というのはこれからも非常に問われる力だと思います。以上、情報倫理について見ました。サクッとでいいので復習しておいてください。以上、今日はここまで。